はい、どうも、こんにちは、タッカキッチです。いやー、ありがたいパニガルム。まさにパニガルムバブルといったもんですね。風体制、軒並み上がってる。今日もライブでパルプッパガナドールの初手に風体制14つけるだけで1700万というね、まさにバブルが来ましたね。風バブルが。まあ、この調子だと、まあ、毎週毎週ね、属性耐性のバブルが来そうですよね。はい。まあ、特に料理職人のね、ストームタルトなんかすごいね、高くなってるよね。びっくらこいた。頑張って作ってるんではないでしょうか。わーい、僕ね、料理職人でもないし、ランプもないし、儲けるの、どうやって儲けるのって言ってる方。はい。もうね、一瞬ですけどね、もう早いうちで、これ、この動画見たらすぐやれ。うん。この動画見たらすぐやれ。まあ、一瞬下がるからな。はい。ええー、ね。ありました。盗み金策。こちら。いやー、まさかまたこれね、流行ると思わなかったね。日曜日だったかな。日曜日ぐらいで14万とかね、ストームタルトのね、元のレシピだね。こいつ。ランプの魔人。いや、タルトと安らかな午後。これがね、かなり高騰しておりますよ。まあ、今ちょっとだけ落ち着いて、8万ゴールドぐらいになったのかな？まあ、右下に出てると思うけども。いやいやいや、まだ儲けれるね、時はあります。まあ、ただね、ただ素材みたいにポン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 売れるものではないので、もう一気に乗り込んだら一気に下がるし、はい、回転率はそんなに良くないですが、まあ、売れたらいいよね、8番で。はい。ということでね、早速、ちょっとね、やっていきたいと思い、あれ強さ肉まん食べさせれないよ、これ。このさ、ドルボ乗ったらサポートにさ、食べれさせられないんだよね。おいしょ。さ、30分ね、どれぐらい取れるか。まあ、あとレシピなので、まあ、レシピをね、今まで、レアドロップをね、やってる方は分かる通り、なかなか落ちないよね、レシピって。まあまあ8万ゴールドって高額ですからね、結構。ストーム、獲物呼び。とにかく。おおお、ちょっと待って、ちょっと待って。おお、パリピか、おい。バッチリ頑張りしてた。いろいろやろうぜ。いろいろ、とにかく盗んでください。びっくりした、おい。烈鉱山するからびっくりしたよ。さあ、C。で、相変わらずレアドロ 3.3。前ね、ちょっと前の動画で 3.7 と間違っちゃって言っちゃったけどね。3.3 のコトリンと、器用さ肉まん食べさせたら1000を超えるね、盗賊のね、アクアさん。そして、ジュキチ。ね、こいつも器用さ肉まん食わしたら、1000超えるっていうね。はい、そんな最強の盗みの達人。まさに、ルパン三世の仲間たちとね、一緒にやっております。さあ、ただね、本当にね、前のレシピ本でね、僕はね、かなりね、勉強した。これ多分すぐ落ちるよね。もう一気に何千とか落ちるんじゃねっていうようなイメージついちゃうんだけど、レシピ本ってね。素材と違ってね、一回食べたら、おはい、ありがとうございます。いきなり取れた。うわ、なになにこれ楽勝モード、これなになにぬるげー、これひょっとして。あ、ちょっといない。あれ、この辺だよね、ランプの魔人。いるの。これ下に落ちたら、いないんで気をつけてくださいね。絶対下に落ちないようにね。あ、これ大丈夫じゃん。ここまで大丈夫なんか。あ、ダメじゃん。落ちたらダメだね。落ちたらダメで、あ、これ場所行ってなかったね。ごめん。不思議な的の、不思議な的にルーラして、すぐ左に行ったとこかな。うん。そこにいるはずなんだが、あ、来た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 。遅えな、ポップ。いや、もっと多かったはずなんだけどな。なんでこんな少なくなった？誰かが駆逐した後、これ。大丈夫か？まあ、いい。やってくぞ。よいしょ。獲物呼び。まあ、とはいうものの、まあ、風耐性バブルは、正直ね、今週までだよね。週末なんかでも、もう下がってると思うけどね。週末なんかね。どうなんだろう。土曜日にギリギリ行って乗り込めってする人いるのかな？冒険。まあ多分次の来週から多分新しいボスが来て新しい属性が流行ると思われるんだけど、よいしょ。またさらにね、新しい炎耐性、雷耐性、なんだろう、闇耐性、光耐性といったね、属性が光るんではないでしょうか。パニガルも熱いね。いや、久々じゃない、コロシアム以外で、
属性耐性がね、こう、何？あ、ずれなかった。必要となる、ね、場所があんまないからね、まあ、あるけど、風耐性100になったら楽だぜっていうところ、属性耐性100になったら楽だぜっていうところね、コンテンツ、今はね、ないからね、なくはないけど、まあ、なので、今後のね、パニガルムすごい楽しみだよね。まあ、ステータスだからね、皆さんこぞってね、ガチの人とか、あ、いた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 。行くだろうからね。そんな、レシピ帳もね、今後、ファイヤータルトのレシピだとか、ストームタルト、ライトタルトとか、ダークタルトのレシピとか、高くなってくるんではないでしょうか。はい。またこれちょっとやるとね、高吉また出しやがったのか、なんか急にタルトのレシピが値段が急に下がった、どうしてだとか言って、まあでもやっぱり出にくいのかな、最初一発目でいきなり出たけど、ちょっと二発目からちょっと出にくくなっていくのかな。おいしょ。とにかく笑わせてボケテンションを上げて悶絶、おいしょ。あらあれ、これちょっと待って、ちょっと厳しいかもしんない。え、待て、いや、そんなことない、そんなことない、行くぞ行くぞ、よいしょ。いやー、僕まだまだね、料理がストームタルト出たての頃かな、初期にね、結構ね、ランプのマジン買ってたんですよね。その時もなかなか高額でいい値段してたのでね、これをね、金策としてやってた時期がありました。よいしょ。まさか、パニガルムのおかげで、このレシピ本が、高額、高騰するとはね。でもあれだよな、料理職人、これから料理職人します。これから、レシピ本、タルトの、ね、レシピを買いますって言ってる人数の需要がね、多くはなさそうだからね、本当に回転率はそんなに、やっぱり良くはないんですけど、もうやるならもう早くやった方がいいね、これ。早くやった方が。よいしょ。まあ、ということで、残り30分ね。あら、残念。頑張って買っていきたいと思います。ということで、30分が経ちましたが、やっぱりレシピ本って落ちにくいね。はい、こちら、ドン。はい、4つ。まあ、魔法の組ね、ちょっとね、いらないから拾わなかった。はい。4つ。とはいうものの8万ゴールドなので32万ゴールド、はい、ということで、はい、7万8000ゴールド、はい、4つね出します。あと1個はちょ出品枠いっぱいだったので1個出せなかったんですけども、はい、これで31万2000ゴールド、これはうまい、はい、ということで皆様、このタロットね、もう、この動画を見た方はすぐ行ってください。はい。新レンダー社に行ける方は、的さえ行けばすぐできると思うのでね。はい。僕、そんな魔界とか展開とか行けないんですよっていう方も、あっさりちょっとできる金策なので、よかったらね、はい。器用さが高い盗賊と、ね、レアドロン持ちの旅芸人をね、サポを雇って行ってみてはいかがでしょうか。ってことで今日はですね、あのレシピ本が高くなったっていうね、動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。